オライオンは1932年浸水のイギリス海軍の軽巡洋艦。リアンダー級。多くの戦場を駆け抜けた武勲艦で13個の戦闘名誉賞を受賞された。1940年に取られたオライオン。1931年9月26日帰港。1932年11月24日浸水。 1934年1月18日竣工本国艦隊に所属後アメリカ方面に配備される。1940年には地中海に移動し、イタリア参戦時は地中海艦隊に所属していた。1940年6月20日、戦艦ロレーヌ、軽巡洋艦シドニー、ネプチューン、駆逐艦デインティ、デコイ、ヘスティ、スチュアートと共に出撃し、 21日に、リビアのバルディア砲撃を行った。6月28日、MA3 作戦で出撃中であった第7、巡洋艦船隊は、イタリア駆逐艦3隻と交戦し、エスペロを撃沈した。7月、カラブリア沖海戦に参加。9月4日、ハッツ、作戦のキロ系巡洋艦シドニー、駆逐艦、デコイ、アイレックスと共にカルパソス島を砲撃。 当月終わり、マルタへ向かう軽巡洋艦グロスターとリバプール護衛のため、戦艦をオースパイとバリアントなどと共に出撃。帰還途中の10月2日、シドニーとオライオンはスタンパリア島を砲撃した。10月、マルタへの戦断護衛に従事する。タラント空襲の行われた日、軽巡洋艦オライオン、シドニー、エイジャックス、駆逐艦ヌビアン、モホークは、 オトランと海峡でイタリア船団を壊滅させた。ついでギリシャへの兵員輸送に従事した。迷彩塗装されたオライオン。1941年1月、エクセス作戦に参加。3月、マタパン岬沖海戦に参加。4月、ギリシャからの撤退作戦に参加。5月21日、クレタ島北方でのドイツ軍侵攻船団の攻撃に参加。 5月29日、ドイツ軍機の攻撃で大損害を受ける。サイモンズタウンでの応急修理後アメリカへ向かい、メアーアイランド海軍造船所で1942年2月まで修理を行った。1943年1月に地中海に戻り、イタリアでの作戦に従事した。1944年6月には、ノルマンディ上陸作戦に参加したが、 その後再び地中海に戻り、英華海での作戦などに従事した。1946年5月15日、軽巡洋艦、シュパーブと共に、コルフ海峡を航行中アルバニア側から砲撃を受けた。1949年にスクラップとして売却された。ありがとうございます。